最後まで見てみようということになったんだと思いますね、はい、そうなんです。今高木さんからご紹介打ったのは右肩の後ろだそうですね、はいはい、それからね、まあ、入れ替わりにリハビリというのは自分しかね痛さは分かりませんから、はい、ミス5安打のドラゴンズここまで無得点。斉藤はね内野が締まる感じしますしね、はい、やっぱり彼の存在というのは確かあるいはホームランという気持ちが強くなりますから、はい、ワンスリーですされています。ピンチヒッターの片岡見送りの三振。そしてタイトル回数が多いだけにね、はい、もうチャンスはないですね、